なあ。なあ。それって、おう、ん、なあ。おう。なるほど。なんだって？へえ。なあ。マジで？おう。ヤガミ。ああ。うっす、邪魔しますよ。三木本。お前、まさか練習をしにって感じでもねえな。あんのようだ。仕事ですよ、仕事。仕事だ。やってんな。押し切りはいないみたいっすね。鬼岳先輩。なんだ。金返してもらいに来たっす。あんたカムロローンで10万借りてたっしょ。なんだと？なんでてめえが取り立てに。俺今そこで働いてるんすけど、回収頼まれちゃって。
てめえ、わざわざジムに借金取りに来やがったのかよ。だって鬼岳先輩捕まらないんですもん。ここならいると思いましてね。待ってくれ、今持ち合わせがねえ。そう言われてもな、俺が社長にどやされるんですよ。利息分だけでいいんで、もらえます？待てっつってんだろうが。舐めたこと抜かしてっとぶっ殺すぞ俺。困ったな。でも鬼岳先輩には世話になったからな。あ、そうだ、なんなら先輩、俺とスパーします？それで俺に勝ったら今回の利息分立て替えときますよ。んだと？ただし先輩が負けたら、そうだな、5万もらえます？交換条件ってことで。5万だ？余裕っしょ、鬼だけ先輩なら。いいぜ、てめえの曲がった根性叩きのめしてやるよ。お手柔らかにお願いしますよ。それじゃ稽古つけてくださいよ先輩。なめた態度取りやがって、ぶっ殺してやるよ。三木本、手加減はしねえぜ。そうですか、それじゃあこっちはハンディつけますよ。ああ、舐めやがって。でしょ。会長どうすか、俺の腕なまってないっしょ。まぐれあたりで威張ってんじゃねえよ。まぐれ会長、この数ヶ月俺だってただ遊んでただけじゃねえんすよ。実戦たっぷりと積んできたんですって。三木本、バカな真似だけはすんじゃねえぞ。まあジムには迷惑かけませんよ、多分ね。先輩、ゼロ。はい、すまん。八神さん。天沢。ええ。ん？それって
実は。え？はい。まさか。ですが。待てよ。察するに。でも。ああ。お願いします。なあ。うん？何？なあ。ヤガミ。パゲル。負けらんねえな。Get up!
Yeah!
おや、あなたが最近噂の八神さんか。随分と楽しそうにスパーするんだね。あんたは？俺は元事務生の佐久間千鶴。今はオーストラリアを拠点に活動してる。オーストラリアで？ああ、久々にこっちに帰省してたら健也君に喧嘩売った面白い新人がいるって聞いて見に来たんだ。リングネームランサー千鶴、東洋太平洋クルーザー級12位。向こうじゃ随分と活躍してるそうじゃねえか。東洋太平洋のランカーなのか。すごいな。ランカーって言ってもベルトにはまだまだ届かない。俺の身長だとクルーザー級は減量が大変だね。ヘビー級に移らねえのか。あそこは重量無制限だからね。ちょっと厳しいな。階級上げてもパンチ力は持っていけないっていうから。佐久間、貴様何しに来やがった。この裏切り者が二度とうちの敷居をまたぐなと言ったはずだ。裏切り者ですって。相変わらず古臭いこと言ってますね。そんなんじゃまたジムの子が愛想つかして出てっちゃいますよ。だと？佐久間って言ったよな。あんた強いんだよな。俺とスパーしないか。え？あなたと？でも階級が全然違うよね。あなたはせいぜいスーパーウェルター級かミドル級ってとこでしょう。でも俺はクルーザー級だ。体重の軽い男は重い男に勝てないってな、ボクシングの常識。下手したら死んじゃうよ。心配は無用だ。路上じゃあんたみたいにでかいやつともやり合ってきたからな。それもグローブもなし、凶器も金的も何でもありの喧嘩でだ。ボクシング舐めてると思うけどね。佐久間、八神はまた押し切りとやり合うつもりらしいぜ。また？健也君と？ボコボコにやられたって聞いたけど。それでもやりてえらしい。まったく根性のある野郎だぜ。へえ、それは感心だ。ふーん、いいよ。そういうことなら俺が相手してあげるよ。
ヤガミ、この裏切り者とやり合うつもりなら俺に声をかけな。セコンドくらいやってやるからよ。貴様までボクシング始めたばかりの素人に外国で遊び回ってやがったんだろバカ野郎。東洋太平洋欄間が聞いて飽きれるわこの根性なしが。はあ、ほんとそればっかりだけど、そうやって俺を罵倒するってことはまだ教え子だって思ってくれてるってことですかね。なわけあるかバカ野郎。素直じゃないんだから。八神さん。ああそうか。なあ。なあ
ああ、やれやれ。なあ、なるほど。だが悲しいね。なるほど。